必ず刺す部分は葉っぱを取って、こういうようにもみの木を刺していきます。はい、とりあえずこれでね、もみが入れ終わりました。割と今ね、割と大雑把に入れてあります。これもっとね、細かくきっちり入れていくと丸いリースになりますけど、ちょっと今回はナチュラルテイストに僕はしています。そのきっちり入れるか入れないかはその方の、やりたい方でいいです。ではこれに他のものを入れていきます。次にこのヤシャを、ね、入れましょう。ヤシャはこのくらいに切り分けて入れていきます。はい、このような感じです。次にこのね、シルバーブルーニアを入れていきます。次にこのリューカデンドルをね、入れていきます。はい、このような感じですね。そしたら、最後にこの松ぼっくりをね、入れていきます。ここの下の部分にこうワイヤーをかけてこうぐるっと回しますね。回したらまあこういう状態になりますよね。それで、刺して後ろで結びます。やってみましょう。このように刺したら後ろでこのワイヤーをぐるぐると結びます。そうするともう完全にこう落ちないんですね。すべてこのようにします。はい、できました。これで完成です。ではね、ちょっとこう飾って見ていきましょう。はい、こちらのリースはいかがだったでしょうか。どうですか。かっこいいでしょ。これがナチュラルリース作りになります。氷川丸でもね、同じような、まあ、同じようなテイストで作っていきたいと思いますので、ぜひね、こうリアルに作りたい人は、まあ、リアルにつっても、まあ、ウェブ講師もリアルなんですけれども、まあ
講習受けたい方は氷川丸来てください。ではですね、また次回素敵なマネジメントを作っていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。こちらが見えてないスマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。またグッドボタン、高評価お願いいたします。Twitter、またアメーブロ、Facebook もやってますので、そちらもぜひご覧ください。ではまた。